カヤノシロうは、カヤノシゲジふうたアイヌ資料館館長、アイヌ民族党の党首、アイヌ民族活動家。1958年4月、北海道日高市町の猿ラトリ町に、風谷に、かやのしゲルと鹿児島出身の女性の間の息子として生まれる。1981年3月に、アジア大学法学部を卒業する。その後、大手広告会社に勤務する。 1988年1月より、ビラトリ町に、風谷アイヌ語教室事務局員を務める。1990年9月、仏教大学通信教育課程にて、学芸員の資格を取得する。1992年4月より、茅野茂し風谷ふうたアイヌ資料館の副館長、学芸員を務める。1994年11月より、1998年1月まで、 参議院議員に就任した、茅野茂の公設、第2秘書となる。1998年7月12日投票の第18回参議院議員通常選挙に、社民党新人として、北海道選挙区より出馬する者の,の自民党新人、中川義男、民主党現職、峰崎直樹、自転の日本共産党新人氏、智子の後人を廃止落選する。 2006年4月1日より、茅野のし風谷アイヌに料館館長となる。2006年9月に、茅野の観光株式会社を設立し、上別り市にある、上別り牧場の隣に、夕からの里実現に貢献する。2011年11月20日、アイヌ民族らによる、政治団体の結成準備会の発起人代表を、務める。同日、名称は、 アイヌ民族党都市2012年1月21日に決闘大会を江別市で開き2013年の参議院議員選挙で候補を立てる方針が採択される2012年1月13日には党の基本理念や基本政策を発表し1月21日に北海道江別市で開催された党大会で決定した党大会には約200人が参加 党代表に準備会代表だったカイアノが就任し、副代表にはアイヌータリ連絡会代表を務めるウカジシズエイラが選出された。また、党大会にはニュージーランドの先住民マオリによる政党、マオリ党の議員を招聘した。他にも、世界先住民族教育会議、AIO 代表、台湾の先住民族、白屋族など、海外の先住民族とその団体から、 結党を祝うメッセージが送られている。2012年11月25日、第46回衆議院議員総選挙に候補者を擁立することを発表し、北海道9区に党代表代行の島崎直美を擁立した。しかし島崎は落選し、北海道9区は自由民主党新人の堀井学が当選した。当初、2013年参議院選挙に10人以上の 候補者を擁立することと、一人以上を当選させることを目指していたが、2013年5月11日に、島崎が離党し、緑の党に移籍。5月13日には代表の茅野の史郎が、候補の擁立を断念すると発表した。理由は、資金難。掲げる、基本政策は、以下の通り。愛の民族の権利回復と教育の充実。 アイヌ民族の福祉の充実多文化、多民族共生社会の実現自然の循環の中で、生かされる社会の実現行財政改革の実施、これらの実現のため、以下のような具体策を掲げている、アイヌ民族等に関するカテゴリー、ありがとうございます。